それでは日本中に感動を与えてくれたこの選手お呼びしましょう。伊藤大海選手です。この ESCOMFINKEDOでの記念すべき初めての始球式は
それでは新時代のスタートを切る一球を投じていただきます。上野市長よろしくお願いします。今最後になった方が、サブベースを取りまして、上っぽい人が